本日の相談です。複数人で食事をしているうちに気になった年下女性と一度は2人で食事に行けたんですが、それ以降は2人での食事には行けず、 LINE の返信も遅くなり、返事が来るときと来ないときもあり、ただ会うとたまに話しかけてきたりするんですが、これは脈なしですが、またチャンスがあるなら頑張りたいのでアドバイスをお願いします。いつもご視聴ありがとうございます。恋愛アドバイザーの津崎まみです。チャンネル登録、 LINE と Twitter 本当にありがとうございます。この動画が少しでもあなたの役に立てれば嬉しいです。私のチャンネルでは見るだけで恋愛がうまくいくというのをコンセプトで動画を作成しています。お忙しい方やサクッと恋愛の知識を深めたい方に特におすすめできる内容となってますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。お悩みの相談は男性専用の LINE アドの方にお願いします。ということで今回は会うと話しかけてくるということなので、嫌われているというわけではないと思います。ただ脈あるかどうかって言われるとちょっと微妙なところかなと思います。ということで今回は LINE を使った脈ありサインの見分け方っていうのをご紹介しようと思います。それですね、判断していただけたらと思います。ということで今日の目次はこんな感じです。 LINE でわかる脈ありサインの見分け方、女性の反応が鈍くなった理由、逆転する方法ですね。では早速やっていきましょう。まずですね、 LINE でわかる脈ありを見分ける方法です。それはですね、まず相手の好きな話題ですね、相手が絶対に食いつくであろう話題っていうのを振ってみます。で、それに対してまず一つ目、それを教えてもらうこと、そして二つ目が二人でですね、それについて何かしようと誘ってみることです。例えばその好きな女の子がね、食べることがめっちゃ好きだったとします。で、その子をですね、まあ一応誘ってみるんですね。その時に最近どこどこに、まあ、ちょっとあんま変わったですね、聞き慣れない名前の料理を出してるお店ができたみたいなんだけど、知ってる？というふうに聞いてみます。あとですね、相手に特徴的な趣味があるんであれば、まあ、最近これについて興味があるんだけど、ちょっと教えてくれへん？みたいな感じで聞いてみるとかです。で、相手の反応を見ましょう。まず脈ありの場合だったら、やっぱ好きなものの話題振ってくれるとめっちゃ嬉しいですよね。しかも好きな人に振ってもらうとさらに嬉しいです。だからですね、テンション上がって絶対に食いついてきます。で、反対に脈なしの場合は、まあ、リアクションが薄く二人っきりで会うとか、あと教えるって結構なですね、やっぱ労力がかかるので、やっぱり話をしたがりません。だから好きなものの話題、相手が絶対に食いつくだろうなって思うような話題を振っても返信が遅いとか、まあ、スタンプだけ返ってくるとかっていう場合は、まあ、脈なしの可能性がちょっと高いかなって思います。で、次ですね、女性の反応が鈍くなった理由っていうのもご紹介しようと思います。今回の場合は、まあ、LINE のですね、返信が遅くなって返事来たり来なくなったりっていうことなので、女性の反応が鈍くなる理由っていうのをですね、ご紹介して、まあ、あの代表的なものをね、ご紹介するので、当てはまるものがないかっていうのを見てください。まず一つ目、他に仲のいい男性がいる。まあ、他にですね、すごく心惹かれてるとか、すっごく仲のいい男性がいるっていう場合は、やっぱりどうしてもね、反応鈍くなってきます。で、まあ他に、ね、仲のいい男性がいるってなると、やっぱ積極的にアピールをしないと、相手からの評価っていうのは上がりにくいのかなって思います。ただ LINE のやり取りだけで相手にその仲のいい男性がいるかどうかっていうのはかなり分かりにくいですよね。例えば LINE のアイコンを他の男と写ってるのにしてるとかやって分かりやすいけど、そういうのがない場合はやっぱり分かりにくいので、まあお友達に聞いてみるとか、相手のね SNS をこっそりチェックするとかっていうのがいいのかなと思います。そして2つ目、他のことで忙しい場合です。誰でもそうだと思うんですけど、仕事とか勉強など他のことで忙しい場合はどうしても返信って遅くなりますよね。で、二人きりでお食事に行けてないのも忙しいからっていう可能性は十分あるかなと思います。ただ女性って好きな人の前では暇になって、あまりですね、気のない相手の前では忙しくなるっていうのが、まあ、あるあるではあるんですけど、とはいえね、ほんまに忙しい時ってやっぱ誰とも連絡取れへんし、誰とも会えないんですよね。だから相手が忙しい場合は、まあ、全然ですね、連絡遅くなっても仕方がないのかなって思います。だから相手が忙しいかどうか考えてみていただきたいですね。で、この時に相手が忙しいかどうかわからないっていう場合はリサーチ不足ですね。 LINE のやり取りの中で相手が話したいと思っているようなことを質問できてない可能性が高いです。だからですね、相手からの反応が鈍くなってるっていう可能性もあるのかなって思います。そして3つ目、2人きりで会った時にいまいちだと感じたです。まあ正直ですね、一番可能性が高いのはこれかなって思います。2
二人っきりで会った時にピンとくるとか気持ちが盛り上がるっていうのがなかったっていうことですね。まあこれね、いろいろ理由があるんですよ。代表的なのは言動が気になったんですね。自分とこの人は合わないと感じてしまったんですね。で、次、食べ方があんまりですね、好みじゃなかったとか、お店のセンスがなかったとか、まあファッションがいまいちだったとか、そういう女性視点で、って思うところがあったっていう可能性と、もう一個がですね、逆に何もなかったっていうパターンですね。別に、不快なところで何もなかったんだけど、まあ、かもなく不可もなくというか、相手の感情が揺さぶられるようなことが何もなかったっていうパターンです。人ってね、特に女性っていうのは、自分の感情が揺さぶられないと、相手のことをですね、特別視しないんですね。少女漫画でよくあるパターンがね、不良が、捨て猫にね、笑顔を向けてた。そこでですね、キュンとしたってあるじゃないですか。女性ってそういう、ちょっとしたギャップというか、ちょっとした自分の感情のこう揺れがないと心が動きません。だから、チャランポランな人やと思ってたけど、実はですね、誰にも言ってないけれど、ブレない夢っていうのがある熱い人やったってなった時にキュンとするとか、あとは優しくていい人なんだけど、私のことを特別扱いしてるわけじゃないんかなっていう不安を感じたとか、不安っていうのも感情の揺れですよね。その不安を感じることによって、この人のことをもっと知りたいと思っていって、いつの間にか好きになるとか、そんな感じでですね、相手の感情を揺さぶることができなかった、まあ、いわゆるいい人かもなく不可もなくな人を演じてしまったっていう可能性があるのかなと思います。で、これね、なかなか相手との LINE のやり取りだけで実際にどうだったのかっていうのはわからないんですね。まあ、この場合は、やっぱり女友達に自分についてですね、まあ、いいところと悪いところと教えてくれへんというふうに聞いてみるっていうのがいいのかなと思います。で、次ですね、逆転する方法もご紹介しようと思います。でもさっきのね、三つ目のところで、二人きりの時にイマイチだと感じてしまったっていうお話をしたんですけど、まあ、イマイチだと感じる理由っていろいろあるんですよ。で、まあ、外見とかね、食べ方っていう部分は、ご自身でですね、気づくことができるかなと思うので、その辺は改善していただきたいんですね。で、もしですね、会話が盛り上がらなかったっていう自覚がある場合ですね、その場合は、おそらく次につながらなかったってことは、相手もですね、別に笑ってくれてたけど、さほど心がですね、その、揺さぶられたっていうわけでもないのかなって思います。なので、こっからですね、交際につなげるには、やっぱり相手がですね、おって思うようなアピールっていうのが必要になってきます。ということで、まず一つ目が外見を整えることです。例えば、外見はクリアしてて、でも他の要素がもうちょっとやってんけどなっていう場合は、別に外見変えなくっても、それ以外の要素を上げるだけでいいんですけど、結局それってわかんないですよね。で、この人が成長したって感じるかどうかって、やっぱ外見で人って判断するので、やっぱりね、ファッションを変えるとか、身だしなみに気をつけるっていうのは、やっぱり今よりもさらに気を配っていただきたいなと思います。この辺はね、やっぱ女友達の評価を聞いた方がいいです。そして二つ目が周りからの評価を上げることですね。女性って平均点で男性をですね、恋愛対象かどうかって判断しています。男性は自分がすっごく好きだって思うかどうかで判断してるんですよ。でも女性って周りの人が見て素敵だって思うかどうかってかなり重要な要素になってくるんですね。だから周りからの評価を上げるっていうことが結果としてその彼女からの評価も上がるっていうことです。なので、まあ、共通の友人とかですね、そういうのをこう全体的に見たときに自分が内面、外見ともに平均よりも上に行けるかどうかっていう部分を、まあ、かなりですね、重要視していただいて、で、その好きな相手以外の人からの評価っていうのも上げにかかりましょう。そして三つ目、女性が求める優しさを身につけることです。優しいけれどモテない人っているじゃないですか。そういう優しいけれどモテない人っていうのは、人としてめっちゃいいんだけど、女性が求める優しさっていうのを提供できてないっていう場合があります。だから、別に求めてないところですね、必要以上にグイグイ手を貸してしまったりとか、あるいは、ここ助けてほしいんやけどなって思った時にポイントがずれてたりとかっていう場合があるので、まあ、なかなかね、そこをですね、見極めるのって難しいですね。その女性によってね、どこで助けてほしいとか、今は声かけてほしくないとかわかんないですから、なかなか難しいんですけど、やっぱり相手がですね、困って、
ってる時に、まあ、さっと手を出す用意で、あんまりですね、口はあんまり出さない、ただ行動でですね、相手に対して頼れるっていうところをアピールするっていうのがいいかなと思います。あんまりね、喋りすぎる人ってそんなにモテないんですよね。だから喋るよりも態度で示すっていう、その安心感とか、まあ、安定しているよっていうところを、まあ、いつでもですね、助ける準備できてるよみたいなニュアンスで出すっていうのがいいのかなと思います。ということでまとめです。今日はですね、 LINE で見分ける脈ありサインと脈なしから逆転する方法ですね。まず LINE で分かる脈ありサインの見分け方としては、まず相手がね、好きな話題を振ってみる。そして1つ目、それについて教えてもらうこと。そして2つ目、それについて2人で何かしようと誘ってみることですね。で、脈ありの場合は好きな話を好きな人からしてくれるとめっちゃ嬉しいから、相手のテンションが上がってですね、しっかりとそれについて説明をしてくれたりとか食いついてきたりします。反対に脈なしっていう場合はリアクションが薄くって、2人っきりで会うことも何かを教えるっていうこともね、したがらないっていうことです。で、次ですね、女性の反応が鈍くなった理由について解説したいと思います。まず1つ目が、他に仲のいい男性がいる。2つ目、他のことで忙しい。そして3つ目、2人っきりで会った時にいまいちだって感じてしまったです。で、次ですね、ここから逆転する方法なんですけど、ここから交際につなげるには、相手がおっと思うようなアピールが必要だっていう話をさせてもらいました。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。この動画の感想もコメント欄に書いていただけるととっても嬉しいです。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか？まあ、今回はですね、ちょっとこう、相手からの反応が悪くなってきたっていうことなんですけど、まあ、今回の相談者さんに関して言うと、中で解説したみたいに、ご自身がですね、ちょっとこう、マイナス要素になってしまう、なんていうか、相手にですね、誤解されてしまうような部分がなかったかどうか。でも例えば食べ方とか、あとその話の内容とかに関して言うと、なんていうか、良さが相手に見せきれなかったっていうことじゃないですか。相手の意見と違うことを言ってしまったとか、自分の話めちゃくちゃしちゃったとか、そういう可能性もやっぱりあるので、まあ、そういう部分に関しては、やっぱりね、振り返っていただいてどうだったのかっていうのは考えていただきたいんですけど、会うとね、ちょっとこう話しかけてきたりするっていうことなので、相手に嫌われてるっていうわけじゃないんですね。なので、複数人で食事に行くっていう回数をもっとしっかり重ねて、でしっかり仲良くなってから2人で食事に行かれる方がいいのかなと思います。ちょっと2人で食事に行くタイミングが早かったのかなって思いますね。なので、こうもっとですね、なんていうか、相手が自分と食事に行く理由っていうのをしっかりと作った方がいいかなって思います。まあ、例えばそのみんなでね、会ってるその中の一人の誕生日やから、ちょっとこうプレゼント一緒に買いに行こうやとか、まあなんかそういうその何かしらの理由付けっていうのがまだ必要な段階なのかなって思います。よかったらね、参考にしていただけたらと思います。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。